お名前は花山あかりです。ニックネームはあかりんです。ライブの時にやる自己紹介をしてください。博多生まれ博多育ちの元気っ子、みんなのことが水道よ、みんなもあかりのことが水道よ。ありがとうございます。中学1年生13歳の花山あかりです。あかり、誕生日は2009年6月2日です。血液型は A 型です。身長は149です。体重はご想像にお任せします。足のサイズは 23.5 です。目の色はめちゃめちゃ茶色です。手のサイズは、まあ、携帯と一緒ぐらいです。好きな髪型はポニーテールかストレートです。好きな食べ物は好きな食べ物はうどん、たこ焼き、パスタ、駄菓子です。その理由はめちゃめちゃ美味しいからです。嫌いな食べ物はナス、ピーマン、人参、かぼちゃです。その理由はボニョボニョしてなんか苦いからあとシチューです。減塩の味がするから。福岡県で好きな場所は福岡、あ、違う、糸島。好きなコンビニはローソン。好きなアイス、アイスはパルム。好きな季節は春。好きな言葉はありがとう。その理由は一番素敵な言葉だから。座右の銘は百花繚乱。好きな都道府県は福岡と大分です。行ってみたい海外は韓国です。アイドルしてなかったら何してる？普通の中学生でめちゃめちゃ遊んでそう。朝起きたら一番にすること愛犬のくーちゃんを探して目覚ましを止めます。止めて止めます。メイク時間は20分から30分です。家で何してることが多い？家族で温泉行ってます。あ、家でしてること、アニメとかテレビとか見てます。お風呂はどこから洗う？頭から。お風呂の時間は1時間。寝る前にすることはスマホを見る。だいたい何時に寝て何時に起きる？だいたい1時に寝て6時30分ぐらいに起きます。目覚ましの音はトゥーントゥーンって。いつもどうやって寝る？これ位置取りのアプリは何？ユーライク。一番漏れる角度。いつも聴いてる音楽は小田なんとかさんです。小田でもいっぱい聞きます。携帯の待ち受け見せて。携帯はこちらです。リって打って最初に出てくる文字はリンク、リ、リスケ、了解です。リンクで好きな曲は最高温度。リンクでおすすめの曲はラブボム。好きな色は好きな色黒、青、赤。もしメンバーと入れ替われるとしたら、はい、好きな野菜はキュウリ。好きなフルーツはいちご。なってみたい名前はミユとか。男になったら何したい？サッカーしたいです。短髪派、長髪派？長髪派です。男だったらなりたい名前はリがつく系の名前がいいです。透明人間になったら何したい？人の家に住みたいです。うどんのトッピングはとろろです。何ラーメン派？豚骨ラーメン派。ご飯はやわめ、固め？固めです。朝はパン派かご飯派かが？ご飯派です。好きなおにぎりの具は梅おかか。行くなら過去、未来？過去。スターバックスで頼むメニューはチョコフラペチーノ。カラオケのお箱はドラえもんです。これだけは苦手なものは勉強です。やってみたいアルバイトは猫さんです。子供の頃の夢はアイドルです。得意な教科は体育。苦手な教科は体育以外です。最近の大きな買い物はいっぱい服を買ったことです。ハマってるお笑い芸人は加納英子さんです。今まで言われて一番嬉しかったことは、なんかあかりちゃんダンスめちゃめちゃ上手とか笑顔が可愛いねって言われたことです。怒ったらどうなる？喋れなくなります。おすすめのドラマや映画は韓国ドラマとか。おすすめのアニメはコボちゃんと両親ちゃんです。甘えたい派、甘えられたい派？甘えたい派です。歯磨き粉何使ってる？ロニオ系です。香水教えて。ガシロっていう何かける系の香水です。最近泣いたこと IQP 研究生のファイナル公演でボロボロ泣きました。友人関係は
狭く深く広く浅く広く浅くです。一つだけ何でも買えるなら何買いたい？コスメ全部買ってみたい。変顔のお箱まで3、2、1。あ、いいね。何でも含めてしっとり派、サラサラ派？サラサラ派です。昔からママに怒られることは？昔からなんかちゃんと日本語を喋りなさい。好きな洋服ブランドは？なんかネットのシーンとかです。理想の男性の絶対条件は？優しい、面白い、明るいのことを大事にしてくれる人です。告白したことある？ないです。告白されたことある？あります。初恋は何歳？4歳です。ちなみに名前は？クーガです。将来子供ができたら何させたい？やっぱりダンスです。移動時間何してる？音楽聴いてます。10年後の自分を想像すると？有名になってテレビとかに出てるかなと思います。今までの一番大きな怪我は？階段から落ちてチャンって切る、血がバーって。マックのナゲットはバーベキュー派、マスタード派？バーベキュー派です。好きな時間帯は？12時とかです。100万円当たったら？80万、自分にしてあとの10万、20万はお母ちゃんたちにあげます。リンクとしての夢は？マリンメッセに立つことです。個人としての夢は？いろんな人に知られて有名になっていることです。チャームポイントは？目と笑顔です。好きなピザクックのメニューは？アイダホです。好きな方言は？水道よ。博多弁で一言？マジ水道よ。親に一言？いつもありがとうございます。リンクメンバーに一言？これからもよろしくお願いします。ファンの皆さんに一言？ YouTube を見てくださってありがとうございます。これからもお帰りのことよろしくお願いします。終わりです。お疲れ様でした。